はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も絶好調のマッチです。今回はペットロスの備えについての動画を撮っていきたいと思います。はい。そしてペットロスに関すること全てを統括して結論を申し上げると、愛と記憶が永遠に続く新たな始まりです。もうペットロスなんてもう考えただけで涙します。もう考えたくもない、考える必要なんてあるのっていう内容なんですけど、まあ、世の中にはね必要としている方も多いと思うので根コンテンツにしました。構成としましては、前半にペットロスに関する前提知識を3つ、後半には本題のペットロスの備え7選についての動画を撮っていきたいと思います。はい。 もちろんこの内容は私も欲してますし、もうこれ作成しながらもう泣きましたね。少しでも参考になる方がいれば幸いです。はい、ということでペットロスに関する前提知識1つ目、ペットロスとは何か、その真実を知るということで、ペットロスとは家族の一員であったペットを失うことによる心理的な苦痛を指します。この経験は深い喪失感や悲しみを伴い、時には孤独や絶望感をもたらすことがあります。そしてペットとの関係はその種類や経過年数に関わらず人生において重要な役割を果たしてきたため、その死は単なる出来事ではなく深い感情的な影響を及ぼす重大な出来事となり得ます。この段階を理解し受け入れることはペットロスと向き合い、それを乗り越えるための第一歩であり、備えるためにも重要な情報です。ああ、なるほどね。ペットロスは大切なペットを亡くした時に、まあ、とても悲しい気持ちになることだと。そういうことです。もう心の痛みですよね。まあそうだよね。はい、そして前提知識2つ目が、愛するペットとの別れに直面した時の感情です。愛するペットとの別れに直面した時、私たちは深い悲しみと喪失感に襲われます。これは単なる悲しみを超えた深い絆を失ったことへの反応です。ペットと共に過ごした時間、共有した経験、そして互いに与え合った無条件の愛だからこそ、この喪失をより苦痛なものにします。喪失直後は信じられない気持ちや怒り、受け入れがたい感情が渦巻くことがありますが、通常は時間が経つにつれてこれらの感情は受け入れへと移行していくものです。とはいえペットとの別れの影響は一人一人異なり、個々の感情を尊重することが大切と考えます。なるほどね。まあ、ペットを失うっていうことは大好きな友達とバイバイするみたいな、まあ、そんな悲しい気持ちだ。そうです。なんでまあ人それぞれね、いろんな考え方だったり反応があるってことですね。そうだね。はい、続いて前提知識3つ目が、ペットロスに備える重要性です。ペットロスに備える重要性は、実際に直面した際の心理的衝撃を和らげるために不可欠と考えます。事前に心の準備をしておくことで、実際に別れが訪れた時の悲しみを少しでも軽減できます。ということで、ペットとの限られた尊い時間を意識し、日々の生活の中で積極的に関わることは、後の喪失感や後悔を和らげるために必要なことです。備えることはペットとの絆を深め、共有する美しい瞬間を増やすことにもつながりますので、メリットも多大と思います。またペットの健康状態に注意を払い、必要なケアを施すことも後悔のないような備えの一環となります。このような準備は悲しみのプロセスを迎えた時に心のサポートとなり、乗り越える力も与えてくれます。なるほどね。まあ、ペットロスに備えるっていうことは、まあ、ペットとの時間をたくさん作って後で悲しむって気持ちを少しでも小さくすることだと。そういうことですね。まあ、ポジティブに捉えるようなイメージですね。なるほどね。それではペットロスに備える重要性が分かった上で、実際に本題のペットロスの備え7選を解説していきます。ただ補足だったり新たな視点等ありましたら、ぜひコメント欄の方でシェアしていただけたら嬉しいです。まあ、この内容はね、たくさんの人々に助けとなると思うので、ぜひよろしくお願いいたします。またこの内容は人間にも共通するので、今後の人生をね歩む上でも参考になると思います。では一緒に備えましょう。まず一つ目が、今を大切にすることの価値です。今を大切にすることはペットとの別れを迎えた後の心の平和につながります。ペットと過ごす日々の瞬間瞬間を意識的に楽しむことで、私たちは後に残る喪失感や後悔を和らげることができます。ペットと過ごす時間はこの現実世界ではもう有限ですからね。共に過ごす毎日を心から価値あるものにすることが重要なのです。まあ、散歩や遊びや会話といったコミュニケーションに意味を見出し、それらの時間を積極的に楽しむことでペットとの絆を深めることができます。まあ、このように今に集中することで、愛するペットとの関係をより豊かなものにし、別れが来た時には後悔のない美しい思い出が心の支えとなります。おー、なるほどね。まあ、ペットと一緒にいる時間を大事にするとバイバイした後もね
心が安らいでいい思い出がたくさんできると。まあ今を生きることですよね。そうだね、そういうことか。ちなみになんですけど、私が学校でお世話になってる解剖生理学の美人先生がいるんですが、うん、ほう、ペットロスに関する質問をしたところ、うん、まあ、そのうちの答えの一つが後悔のないように毎日たくさん遊ぶとのことでした。なるほどね、はい、うん、まさにねこの項目に当てはまってきて、うん、まあ、共感実践をしている方が多いと思います。今を生きると、そういうことですね、うん、はい、2つ目が正しい死の受け入れ方です。正しい死の受け入れ方はペットロスを乗り越える過程で欠かせない要素です。なぜなら死は生命のサイクルにおいて自然な終わりであり、全ての生きとし生けるものがたどる道だからです。ペットとの別れを通じて私たち人間は生と死の循環を学び、受け入れることを求められているのかもしれません。そしてペットの死を悲しむことは自然な反応ですが、それを自然の一部として認識することで心の平和を取り戻しやすくなります。この過程ではペットと過ごした時間の価値を振り返り、生きとし生けるものの一部としての彼らの役割を尊重することが重要です。まあ、ずっと飼い主が悲しんでたら天国で見守るペットも悲しむと思いません？ああ確かにそうだね、うん、あんなにね遊んでくれてる時は飼い主さんも元気いっぱいだったのに、シュンとしててずっと泣いてちゃうね、ペットも悲しむね。そう、悲しむ、うん、なので正しい死の受け入れは避けられない喪失や悲しみに対してより健全で穏やかな心の状態をもたらす一つの備えとなります。まあそうだね、まあペットが亡くなるのはまあ自然なことだからね、うん、それを受け入れると、まあ、心が落ち着いて悲しみを少し楽に感じられると、はい、うん、自然には抗えないというか、抗えない、ね、自然の摂理だよ ね、はい、続いて3つ目が人として成長するです。まあ、喪失を乗り越え人として成長するためと心構えを持っていくことも備えとなります。もしどん底に陥った際に自分が成長するために必要なことだと前向きな変化を引き出すためにも必要な考えと思います。ペットとの別れはね、深い悲しみをもたらしますが、それは同時に自己理解と精神的成長の機会と捉えることもできます。この尊い経験を通じて命の儚さと時間の価値をより深く理解することができます。この喪失を乗り越えるプロセスでは自分自身の感情に正直であること、そしてこの経験から学ぶことの大切さを認識することが重要です。この悲しみを受け入れそれを乗り越えることで私たちはより強く共感的で理解ある人間に成長することができます。学んで立派に成長した飼い主さんが人々とね仲良く元気に明るく人生を謳歌しているのを見たら天国のペットが安心すると思いませんか？あー確かにね、うん、そういう考えもあるわ。自分がいた価値があるというかさ、うんうんうん、飼い主さんの成長につながったなと、うん、そうだね、天国に行っても安心するね、しますよね、うん、ただ何も学ばずずっと落ち込んでたら悲しみますよね。そうだね、天国からもちょっとね、うん、安心できないね、ペットが ね何も私できなかったんだあなっちゃう気がする。か確かに ねそれもあるかもしれない、ね、うん、あそうだね、まあ、そう思うと、うん、まあ、ペットしたの悲しいけど、うん、まあ自分自身を成長させて、まあ、人生のね深い意味を、まあ、教えてくれる、まあ、貴重な体験としてね、まあ、開き直るって言い方はあれだけどさ、うん、まあ、そう捉えれば乗り越えられるかもしれないね。そうですね、うん、喪失の経験はね生きることの深い意味を教えて、うん、新たな人生の章を開く準備を整えるための一歩となるのです。はい、続いて4つ目が共感と理解を得るための交流です。まあ、ペットロスの備えとして家族や友人、SNS などのコミュニティがこの困難な時期を乗り越える大きな助けとなることを知っておくことも大切です。共感と理解を得るための交流はペットロスの備えとなり得ます。愛するペットを失った悲しみはしばしば孤独感を伴いますが、同じ経験をした他の人々との交流を通じてその悲しみを軽減させることがあるからです。他のペットオーナーとの会話やサポートグループへの参加は自分の感情が普遍的なものであり決して一人ではないことを実感させてくれます。このような交流は感情を共有しお互いの経験から学びを見出す場ともなります。共感を通じて得られる理解と支援はペットロスの悲しみを乗り越えるための強力な力となり心の癒しを促進します。そうだよね、やっぱペットを失う悲しみは、まあ、一人で抱えるには重すぎるからね、家族や友達とか、まあ、サポートグループのね助けを借りるといいってことだね。そうですね、うん、まあ、生き物がこう支え合っていけるのも、まあ、自然の摂理ですよね。なるほどね、
はい、続いて5つ目がアニマルコミュニケーターに相談です。まあ、世の中にはね、友人や家族、SNS 等で相談できない方もいらっしゃると思います。なかなかシビアな内容であり、共感だったり理解をしてもらえず、心ない言葉を発せられることもあって、逆にこうね、沈んじゃうこともあるような内容なので。ああ、まあリアルでね、なかなか話しにくいのはあるかもしれないね。言われた側もさ、なんて声かければいいかもさ。ああ、確かにそれも難しいわ。ね、違うよ。例えば、新しいペット飼えばいいんじゃないみたいな。ああ、確かに。ありがちで。まあ、そんな方にはね、アニマルコミュニケーターという選択肢があるということも頭に入れておくといいかなと思います。ちなみに今回のこのペットロスのコンテンツを作るにあたって情報提供いただいた方がいるんですけど、まあ、その方が誕生化セラピスト厚美さんという方でアニマルコミュニケーターの活動もされてます。アニマルコミュニケーター聞いたことありますか？いや、初めて聞いた。そんなあるんだね。そう、なんかね、うん、まあ、いろんな種類があるかもしれないけど、うん、ペットと会話できたりとかしてペットの気持ちが分かる。おお、そう、すごい、すごいよね。でまあ、知り合いの知り合いなんですけど、うん、知り合いの友達みたいな感じでご縁があったんですけど、すごい職業じゃないですか。分かっちゃうの言葉が。自分もまだ使ったことないんですけど、やっぱり拠り所として素晴らしい活動ですよね。なので興味のある方はぜひ厚美さんの活動を概要欄からね覗いてみてください。続いて6つ目がまた絶対に会える虹の橋の物語です。ペットとの再会を信じる心温まる物語、虹の橋はご存知ですか？そんな話あるんだ。そうなんです。この話は、うん、ペットを失った悲しみを抱える人々に希望を与えてくれます。この物語では亡くなったペットが虹の橋のたもとで私たちを待っていると描かれています。そこは苦痛も病気もない美しい楽園で、ペットたちはかつての元気を取り戻し幸せに過ごしています。もうまさにね、ペットの天国です。そして私たちの順番が来た時も同様に虹の橋を渡り愛するペットと再会できます。この素敵な考えはペットとの別れを乗り越える助けとなり、心の平和をもたらしてくれます。永遠の別れではなく、いつか再び会えるという希望を持つことで喪失感を和らげ、悲しみを癒す力となることでしょう。これはね、私自身もがっつり取り入れてますし、今現在霊魂不滅の生き方をしているのでパシッとね当てはまる内容なんですけど、また絶対に会えるのに日々飼い主さんが悲しんでいたら天国のペットは悲しむと思いませんか？そうだね、また会えるって思えるならね、悲しむ必要なくないですか？そうだね、確かに元気でいてくれた方が嬉しいよね、なんかお互いにね、うんうん、もうこれはね、生きる希望になりますね。いい話だね。ちなみにこれ今撮影してる私とマッキー、どちらもペットロスと、ペットロスにはなってないか、うん、ペットを昔から飼っていたので、私もニャーがいたんですよ。お、今その虹の橋渡って待っててくれてます。待っててくれてる。そう、でもね、うん、でも今ねこう考えただけで涙出そうになりました。マジでなるよね。なるよね。でマッキーもゴンね。そうだね、ラブラドール。そう、あ、ラブラドールね、うん、昔飼ってたから、あ、俺より先にね、そう、うん、虹の橋で待っててくれてるんだなと思うとね、うん、気が楽になるっていうか、まあ、あの今後の楽しみでもあるよね。そうだね、うん、楽しみもなるし、やっぱそれ会うまでさ、うん、くじけてらんないよね。そうだね、なんか成長しようってなるよね、うんうん、そうだね。笑ってまたね、先に走って待ってるさ、まあ、ゴンに会うためにも、で今を精一杯ね生きなきゃなと思うね。はい、そして7つ目が霊魂不滅の話 by マッチです。ここ私の完全な話なんですけど、うんうん、私は読書とか好きじゃないですか。おー、好きだね。まあ、自己啓発本だったり哲学的な本だったり多ジャンルなんですけど、うん、まあ、読書はもう朝夜欠かさず絶対やってるんですけど、そんな中で共通されてる部分があって、うん、スピリチュアル系の本でなくても本当ビジネス書とかでも結構そういうのって言われてて、私たちの体はただの乗り物、心さえもで霊魂ってものがあるんですよ、ペットも、うんうんうん、で霊魂が、まあ、虹の橋渡っていると。なるほどね。そうで、私たちは霊魂なので、うん、例えばなんですけど、うん、今からお医者さん目指したいとか、うん、遅いって思われるんですよ。今36ですよ。まあ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 、世間一般的にはそう言われるよね。そう、遅いよ、無理だよとか言うじゃないですか、うん、ただ霊魂としてどうせ生まれ変わるから、うん、今から遅いなんてことは何一つなくて絶対に後世につながると。なるほどね。英語学びたいとか何でもありますけど、結局私たちが成長するのって霊魂を成長させるんですよ。のほう。なので霊魂として会えるイメージかな。だから、なるほどね。そうそう、乗り物を捨てて、あの乗り物乗り終わったねって、して再会して、じゃあ次どの乗り物乗ろうかみたいな。ほう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 。ただ記憶残ってるとさ、いろいろややこしいんじゃない、記憶残りすぎてると、うん、まあ、確かに生まれたばかりの赤ちゃんがね。そう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 。だからある程度の記憶が消されるようになってるんですよ、うんうん、
ただ現世で築き上げた例えば感謝の気持ちだったりとか、うん、挨拶の大切さとか、まあ、英語とか、まあ、なんかのスキルとかはちょっと引き継げるみたいな、うん、あーなるほどね、イメージ。ゲームでいう強くてニューゲームみたいなやつだ。あ、そうそうつまりじゃあ最近よく話題の異世界転生か。あ、わかんない何それ。次の世界に向けて今の世界でしっかりと、そうです、経験して勉強して、そうすれば異世界転生しても、まあ、無双できると。無双したけど無双できるとか言ってる時点でまだまだレベルの低いレイコンだよね。ちょっとまだ弱いか。まあでも無双でもいろんなことがあるから、無双していっぱい人を助けたりだとか、そうだ、ね、ペットとかいろんな人に愛情を与えると、うん、伝えたいことはそれだけか。あとなんかある？ないかなとはいえですよ、うん、この地球全体で人間って80億くらいの、今90、わかんない、そんぐらいいるよね。たくさんいるよね、うん、そんな中でペットとか生き物の魂、まあ、言ったら生きとし生きるもの全部だから、うん、花とかの霊魂も全てになると何個になると思う？いっぱいだよね。いっぱいだよ多分ケイとか行くんじゃない、うん、何ケイとか、うん、わかんないけどね。確かに数えたぶん切れないんだと思うんだけど、うん、アリってすごいから。確かにそうだね。そう考えるとこの不思議じゃない、個体、あマッキーもそうだけど、ね、だからこれにもね意味があるっていう、なるほど、ね、ことなんですけど、うん、成長するためにね。だからこれ話すと本当長くなる気がしてこない？気がするでしょ、うん、だから今後ペットロスに関してのコンテンツ積み上げていくので、ちょいちょいね入れていければなと思うので、今回はこれぐらいで7つ目の項目でした。はい、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ペットロスは喪失と悲しみ、そして最終的には受容と癒しを経験する過程です。この道のりを進むことで私たちは深い感情的な結びつきを失った痛みに対処し、それを乗り越える強さを発見します。心の準備を整え、愛するペットとの美しい思い出を大切にし、周囲の支援を受け入れることがこの状況を乗り越えるための一つの鍵となることも伝わったことと思います。次回はペットロス克服法、愛するペットとの別れを乗り越える心の処方箋について動画を撮っていきますので、興味のある方はねチャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。ペットロスと経験することは決して簡単ではありませんが、それを通じて得られる学びと成長は私たち人生に新たな深みと意味をもたらします。冒頭にも述べましたが、ペットとの別れは終わりではなく、愛と記憶が永遠に続く新たな始まりなのです。では素敵な猫ライフを。バイ。